アオリイカが産卵のために接岸する春から初夏はショアエギングを楽しむには絶好の季節。暖かい水温を好むので暖流に囲まれた九州は数多くのエギングスポットが点在する。長崎県平戸市をショアエギングのスペシャリスト湯川正隆さんが訪ねた。よーし、来た。よし、OK、 いいね。よしよしよし、嬉しいね。でもね、ちゃんと思ってる塩でこうやってね食うっていうのは。よし、来た。よし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 。おお、ええサイズ。魅力あふれるフィールドでカリスマエギンガーが養鶏アオリイカを狙う。対馬海流が流れ込む長崎県平戸市は遠方から訪れるエギンガーも多い人気スポット。5月中旬、湯川さんは産卵絡みのアオリイカを求め船木町にやってきた。湯川さんは遠征で釣り場を探す際、ネットの航空マップで沿岸の地形を確認。どういった点を見ているのだろうか。まずマップを見るときに大事にしているのはワンド、まあ奥に見えてると思うんですけど、大きなワンド絡みにある岬が出てるとこで、なおかつそのワンドとワンドの先って絶対岬になってるじゃないですか。その先端がこう潮通しがいいことであることで、その自分の投げる立ち位置から沖に向かって水深が駆け下がっていってるような場所っていうのがあったりで、実際その場所に来た時に、海藻ですねが生えてたりとかするのかなっていうことをまず条件に探していきます。きっとあの奥のワンドっていうのが、あの海藻が生えてれば産卵場になると思うんですね。なのでこう潮通しが表面は良くて、で中が緩やかに反転流とかになったりとかしてたまる時に産卵に入ってくるので、まあ海流で通り道になったりとか、もしくはその産卵に入っていくイカが、捕食する場所であったりすると思うので、まあ、そういうとこをこう狙いながら打っていけるようなとこじゃないかなと思います。満潮から干潮の探し用に切り替わるタイミングでポイントへ。まずは沖側から攻めてみる。最初はやっぱりこの足元ですよね。際狙いでなかったら、あの前でこう変更見てたら黒く見えるしもりあったりとか海藻あったりするんですよ。ただ闇雲に沖に投げるんじゃなくて、そういうしもりのある向こう側へ投げ入れるようにして落として誘っていくっていう。タックル、セフィアリミテッドの S86M っていうタイプですね。パワーはしっかりあるんやけど、やっぱり引きはしっかりこう曲がってくれて楽しめるっていうやり取りができるようなロッドには仕上げてます。もちろんその小さいイカかけてもそれなりに引いてくれるしっていう、だけども大きいエギをしっかりしゃくれたりとかで、当たりを取った時にガツンって合わせた時に穂先だけがギュンって入ってくれる、楽しめるっていう部分をできるような感じのロッドにしてるんですね。でエギ自体は 3.5 号のラトルですね。いい、もう 0.5 号やったら全然ストレスないですね、これぐらいの風やったら。よし、来た。よし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 。
あーしゃ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 。サイズね。よし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 。いいオッケー。よいしょ。はいよ。まあまあまあ十分。キロ弱ぐらいですね。足元の際からしゃくり上げでゴーンってきたっすね、下から最初の一杯としては上々のおよそ 700g。 これからサイズアップを期待したい。長崎県平戸市でのショアエイギング、春から初夏にかけての漁期を狙うのは湯川正隆さん。序盤に一杯を手にした後も気配は良好だ。どこ投げても釣れそうですけどねほんまに。めちゃめちゃいい感じに潮聞いてる。海の状態はいいが反応がない。そこでネギのカラーを変えてみることにした。これがきっかけでアオリイカにスイッチが入ってくれるといいのだが。前は多分もうないですね。ちょっと手前にポンポンポンとあるのがあるんですけどね。さっきのところは、さっきのところも、まあ、手前にしかないです。奥はないですね。ただあの変更でよう見たら分かるんやけど、あそこがちょっとブルーに白くなってて、でその手前がちょっと黒くて、向こうもちょっと黒いとこあるんですよ。そこの多分隙間を回遊してるんやと思うんですけど、ここもそうだけど、ここ空いててそこ黒いでしょ。ちょっとそういう隙間にいてるんですよね、おるときは。おっしゃ、来たー。よーしよ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 し。いいねー。オッケー。おおお、めっちゃ暴れてる。後ろいてるかもしれんね。シャシャシャ。おお、すごいすごい。絶対これめっちゃいてるわ。ええサイズっすよ。ほんでかかり変わったんじゃん、これでかいのに
ゆっくり行こう。あ、ええとこかかってるわ。ゲソの。あ、ゲソ位置や。危ない危ない。ちょっと緩めよう。ほら、ゲソ位置。よいしょ。よいしょ。でかい。でかいよ。エギのカラーチェンジがピタリハマったようだ。サイズアップして2キロ近い大型を釣り上げた。信頼を置いている新しいロッドの快適な使い心地が湯川さんの釣りを支えている。いや、すごいなと思うんですよ、ほんまに。このリミテッドは持って軽いとかだけじゃなくて、ほんまに感度ももっと良くなったし、振り抜きもすごい良くなったし、ロッド自体のバランスとしての軽さっていうのがもうとてつもなく良くなったっていう、それがリミテッドっていう感じでしょうね、うん。あ、まだここまで進化できたんやなっていう。びっくりするぐらい飛ぶしね。ほんで当たり捉えるとかだけじゃなく、もちろんあの着底した時にもそこの地形の把握もできるやろうし、ザラザラっていうのとか元っていうのとか、なんかこう、あ、海藻の上やなとか砂の上やなとか、今岩の上乗ったなとか、そういうのも捉えるのもそうだし、潮の流れをいち早く察知するっていう、エギが潮に噛んでるなっていうのをちゃんと手元まで伝えてくれるっていうんですかね。本当そのロッドっていうよりも手の延長でここに手があるぐらいの感度はあるよっていう。その後潮の流れが止まったので、一度ワンドラインの藻場も攻めてみる。入ってない。日の高いうちの方が面白そう、こっち。釣れる可能性としては沖を狙った方が大きいと判断。もう一度潮が流れ出してくれるといいのだが。またすっごい潮目出てきた。やばい。潮が動き出した。チャンス到来か。こんだけ塩切りたら食うわな。よっしゃ。OK。 サイズは1キロ前後。天気になりそうな嬉しい一杯だ。えらいもんですね。やっぱりきっちり塩効いてるときは食うっすね、こうやって。これあれやね、向こう深くてこっちへだんだんこう上がってきてるから余計いいんでしょうね、これ。
ワンドの方へどんどん水深入っていってる。お、重たい。潮が流れ始めて状況が一変、立て続けにヒットする。おしゃぎだ。じゃあやっぱ潮吹いとったら来るわ。うん、いいね。強いバット。よし。しっかり引きも楽しめる。よし。春はね、割とゆっくりやり取りする方が、後ろについてるやつが来たりするんで、浮いてきてもちょっと沈め気味とかでこうね、寄せてくるぐらいで。いないわ、後ろは。よいしょ。はいよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いや、キロ近いっすわ。メスですね。よいしょ。よいしょ。嬉しいね、でもね。ちゃんと思ってる塩でこうやってね、食うっていうのは。よいしょ。じゃあまたいい子供産んでね。メスなんで。よいしょ。よいしょ。ああ。はいよ。ああ、降りた降りた。初日はここまで。豊かなフィールド。明日も期待したい。とにかく軽い。どこが軽いとかのレベルじゃないんですよね。止めて巻いてがめちゃくちゃ楽にできる。本当にこうレーシングスペックの車のような、止めたい時にはスパッと止まる。強い、とにかく強度がある。ドラマティックに最高なリールやと思いますよ。平戸町港2日目の朝、昨日と同じ陣走へ向かった。タックル今日使うやつなんですけども、セフィアリミテッドの S86M と液がエクスカウンター 3.5 ラトル。基本的には自分が見やすい色が好きですかね。ピンクのはっきりした、どこに自分の液があるか分かるっていうのが。でそれでダメだったらちょっとナチュラル系のカラー使ったりとかっていう風な感じにすることが多いと思います。うん、さあ満潮潮止まりからのスタート。太一では一投目いきます。よいしょ。飛ぶ、めっちゃ飛ぶ。
潮がない。まだ潮が下げ始めたばかりで流れはほとんどない。しばらくは様子見が続きそうだが、狙った潮の時間帯に集中して釣るのが湯川さんのスタイルだ。まずデイゲームっていうのをやっぱり自分の中でメインにしてて、でそのデイの中でも自分の狙った潮時間っていうのをしっかりやるっていう、やっぱりこう満潮干潮の動き出しとか動かないタイミングとかあるんですけど、自分はこの潮だったら今日はここが釣れるやろうなっていうところをメインに釣りを展開していって、それをなおかつデイの中でやっていく。なんかそのマズ目をそこまで重要視せずに、自分の思った潮時間をマズ目に噛めばやるんだけど、噛まなければやらないっていう風にスタンスを取っていく。でそれプラスその生き慣れた土地であれば自分のまあ風裏とかいろんな条件重なり合わせていくんですけど、行ったことない土地であればそれをこう自分の中で見た条件の場所をまあマップとかで探しながら、ここやったらどうなるなっていうのを実際足運んでみて組み立てていくっていう、それをまあ楽しむっていうのが自分のスタイルです。時間が経ち潮は動き出したが、昨日とは打って変わって一向に当たりが来ない。エギの交換や遠投でいろいろな場所を探るなど試行錯誤が続く。全く潮目が出てけないですもんね、昨日みたいに。それやんことはなさそうですけどね、動いてないより動いてる方がええのに。昨日の実績があるからこのまま粘っても結果は残せそうだが、平戸は他にもポイントがたくさんある。午後からは好展開を期待し別のジーソへ移動した。こっちのワンドがね、入ってくる時見たと思うけど、海藻生えてて産卵場になってて、で向こうへ深くなっていってるんですよね。なのでその駆け上がってきてるとこを、まあ、こっちから徐々に攻めてくるっていう。おお、いきなりおったイカ。表層めっちゃイカ泳いでるわ。基本的にはいろいろ試してもらったらと思うんですけど、まあ、春はできるだけその素早い俊敏な動きよりも大きくゆっくりこう柔らかくこういう風な感じで誘って、でフォールをしっかりゆっくり待つっていうのが基本のベースにはなるんですけど、それで食わなければ間に速い動きを入れていったりとかいろいろ試してもらう方がいいのかなと思いますね。足元まで深いんで足元までしっかり引いてくるような感じにしてもらう方がいいでしょうね。おー、シャキだ。オッケー。おほほ、めっちゃ暴れてる。後ろにおったな今。おらおら来てる。あー、どっか行った。うわー、ギリギリや、やばいとこかかってる。
ナイスキャッチ。ペアリングはね、余裕のキロ超え。さっきのデカいの声。気になるのはペアリングで途中までついてきていたアオリイカ。まだそれほど遠くには行っていないだろうと執拗に周辺を狙う。シャ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 、ええよ、楽しい楽しい。よう走る、最高。おお、ええサイズ。でかいわ。よし、よっしゃ、あいよあいよ、オッケーオッケー。ええイカです。ロッドを気持ちよく曲げてくれたいいサイズのアオリイカを連発させて平戸町港を締めくくった。まあ、あの地元でやるとかそのアウェイでやるとかいろいろあると思うんですけど、まあ、潮とか条件が合えばどこでもやっぱり釣れる条件というのは一緒だと思うんで、楽しめると思うんでやってみてほしいと思います。昭和から狙う両系アオリイカ、頼れるロッドを手にポテンシャルが高いフィールドで満足いく釣果を出せた。重量感ある引きが面白さをさらにかきたてる。しまの TV チャンネル登録よろしくお願いします。新しくセフィアリミテッドが登場します。この竿の特徴っていうのはですね、今まであったそのエクスチューンシリーズってあるんですけども、それをさらにもうちょっとこうしたいっていうところをどこまで突き詰めれるかっていうことをやったロッドっていうところなんですよね。細さであったりこの肉の薄さであるんですけども、それがイコール持った時の軽さであったりとか振り抜きの軽さにつながるんですけども、その薄くして細くしたからって言って強度はどうなんかって言ったら強いロッドには仕上がってるんですよね。でプラスその分感度もすごい出てるっていう感じになってます。で感度自体はその当たりはもちろんのことなんですけども、それだけではなくて潮の動きであったりとかしゃくった時の潮の重みを感じる部分ですね、そういうのが今まで以上に素早く感知できるぐらいの感度を持たせることができたんで、ぜひともまあ一度手に取ってもらいたいと思います。ラインナップに関しては3種類あります。 S86M っていうのは 3.5 号 3.8 号など大きめのエギをしっかり使ってもらえるような感じの設計になってますので、
レッドモンスターであったりとか、あとはまあ春の大型のイカであったりとかを大きめのエギを軽い力で動かしてもらって取ってもらうようなロッドになってます。で S85ML っていうのは3号から 3.8 号までを使ってもらえると思うんですけども、その中でもあのより引きを楽しみたいとか曲げて遊べるような感じになっているのが 85ML です。で S83L っていうのは、シャロー打ちであったりとか秋のイカであったりとかっていうのを使ってもらえるような感じになってるんですけども、エギの号数は、3.5 号までは使えるので、まあ、それでも 83L とかであのでかいイカ取ってもらって結構しっかり曲がるの楽しんでもらったりとかすることも可能だと思うんで、まあ、それぞれのラインナップ自分の通うポイントの、まあ、足場の高さであったりとかその地形であったりとか使うエギの大きさであったりとかで選んでやってもらったらと思いますんで、ぜひとも試してみてください。セフィアクリンチシリーズにラトルモデルが追加されました。エクスカウンターとカエル飛びアッパーのラインナップで、エクスカウンターは 3.5 号 3.8 号でカエル飛びアッパーは 2.5 号と3号っていう風な感じになっております。 2.5 号と3号はキレのいいダートで、まあ、あのシャロー打ちをしたりとか秋のイカであったりとかそういう風な感じで使っていただければ。で 3.5 号 3.8 号というのは大きめのイカから中型のイカまでを狙ってもらうような感じ で今までの、カエル飛びアッパーエクスカウンターと同じような感じでいいんですけども、違いはやっぱりこのラトル音ですね。活性をこう上げたい時とかに使ってもらうといいと思います。で中でラトルが2層式になっているので、これがまああのこう落ちる時にもコロンってなったり着底した時にもそこで転がって音が少し鳴るっていう風な感じで、その止めた時にも少し転がる音とかでスイッチを入れに行ったりとかできるような設計になってますので、一度使ってみてください。ラインが新しくなりました。ピットブルラインにセフィア G5 のマーキングを施しました。セフィア8 8本編みですね。0.4、0.5、0.6、0.8 枚と、まあ、細いラインナップから、0.8 までっていう風な感じで選べるようになってますので、一度使ってみてほしいと思います。でこちらは、リーダーですね、セフィアショックリーダーフロロカーボンになってます。でこれ、まあ、あのエギングに対して、使いやすいような設計にしてるリーダーなので、皆さんも一度ぜひ使ってみてください。